で牛乳を今から3分、それから酸素をちょっと10分やらせてしまいます。でプロキシシンを出して、とこちらね、一般状態観察しながらやっていってください。あの治療をね、で、まあ、まあ一応鼻まで無理やりやれたから1回ですね。で、あとは一日で何グラム食べるか、2回に分けてやってます。1回、はい、え、じゃあ1回ドカッと置いて、それが24時間置いてあるってこと。あ、そうそうか、じゃあ24時間ご飯が置いてあるってことね。あ、そうだ、そうか、受けた方がいいです。使いすぎてるから、はい、ない時間もちょろっとあった方がいいよね。ただない時間に部屋を自由に歩き回るのはダメですけどね、はい、寝てる時とか。そう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 、うん、だから、うん、まずはさ、今まで24時間あるわけだから、はい、24時間のうち1時間ずつない時間を作って、その上でご飯をやると、はい、そうするとちょっと食べない時間が出てくると食べるのも増えるかもしれない。でももう一人の子は何グラムだったんだっけ。もう一人の子は30から35ぐらい食べます。ああ、じゃあ普通だよね、30から30、はい、だからこの子は少ないもんね、はい、まあ、それで食べれるかどうかわからないけどね、うん、まあでもない時間もあった方がいいですよ、はい、で、元気はまあ100のうち100はあるわけですよね、はい、で、まあ、うんちが例えば前の晩から朝まで何回したから、朝から夜まで何回したから、おしっこもね、まあ、カウントできれば、で、できなかったらしてる、はい、してる。で、あとくしゃみ、鼻水が、まあ、これがだから変わらないのか、うん、減ってってるのか、うん、まだ悪く、またまたまた悪くなってるのか、うん、それからあと環境温度も結構大事で、温度差が激しいとさ風邪ひきやすい。結構人間の今は風邪ひく人多いような気がするんですけど、うん、はい、測れる日だけでいいから、はい、朝昼晩の温度湿度をちょっと測ってみてください、はい、で、まあ、この季節は49度からよくないと思うんだけど、はい、まあ、最低でも40は欲しいよね。で、まあ、温度はまあそれなりの温度だけど、その天気がいいと次の日の朝ちょっと冷える時があるからさ、まだね、だからそういう時は夜ちょっと保温した方がいいかもしれないですね。特に天気がいい日の次の日の、はい、だから天気がいい日の夜か。エアコンってまだつけなくて大丈夫？いや、それは人間が快適な温度。あ、人間が暑かったらつけてください。わかりました、ね、それはあの子たちの暑いですから、はい、だから今ちょっと微妙な時ですよね、はい、ずっとつけっぱなしでちょっと、うん、夜まで明け方はちょっと結構涼しくなりますもんね、はい、うん、だから天眼天鼻をしながらこの一般状態をちょっと観察して、はい、で、まあ、1週間ぐらいちょっと治療していただいて、はい、それからもう一回見せてもらっていいですか。わかりました。じゃあこれはで、まあ、つけれる範囲でいいですかね。忙しい時は開けといてもらえれば。知りたいのはね、やっぱり1日何グラム食べてるか、はい、うんちの回数と体重の移り変わりと、もちろんこのこれがどうなってるかね、この辺が知りたい。毎回じゃなくてもいいから、たまにこの温度湿度をちょっと、天気がいい次の日が知りたいですね。わかりました。はい。じゃあちょっとしばらくあそこで酸素化しときますんで。わかりました。じゃあ受付で先に生産してもらいますね。でそれから10分以上経ったら出しますので、はい、じゃあちょっと待ち合いでお待ちください。今日はワクチン打ってますか。今日はやめときましょう。わかりました。で、まあ1年ちょっと過ぎちゃってるけど、はい、1ヶ月ぐらいでも全然大丈夫ですから、はい、この次の時に打てれたら打ちたい。要はくしゃみ鼻水が減ったところで打ちたいですよね。わかりました。はい、そういうことです。はい、はい、じゃあちょっとお待ちください。